こんにちは、マサヨン6494です。今回は星のドラゴンクエストの冒険ランク40になったので、まあ装備紹介やら何やら紹介していきたいと思います。まあまあちょっとランク上がるのはやや早くなってきたので、まあてかなんだっけ、オートモードができてすごいサクサクできるようになったので、まあいい感じですね。はい、ということで、まあ、とりあえず今レベル57から58のレベルになってきてますね。でですね、装備どうしようかな、ちょっとね変えようかなと思ってるやつがあって、ユーナの上だね、上で大賢者の方位か哲学の服、どっちか、どっちもどっちっていうイメージなんだよね。こっち攻撃魔力がすごい上がって、こっちは回復魔力が上がってくれるもので、あ、こっちの場合なんだっけ、あ、さらに進化させる状態なので、こっちの方がまあ強いっちゃ強いんだけど、こっちもまあ強いっちゃ強い。どっちもどっちもできないな。収録10下がってくる、50上がる、回復魔力が3、攻撃魔力が50上がるんだよね。50上がって35、35、45、5か、プラマイだとプラス5っていう感じ。どっちも強いって言うんだよね。こいつつけてみっか、つけてみて、よく感じたら、よく感じたけど、まあいいや。とりあえず下げて、それでも、ね、今のユーナの装備、あ、ちょっと、これよりこっちの方がやりやすいか。装備ですね。賢者の杖、哲学の帽子、大賢者の方位、真理のローブ、知力の盾。まあ、とりあえず、今装備しているものですね。まあ、光の玉と愛の思い出がアクセサリーとしてついています。職業が今、賢者ですね。賢者のレベル58。です。大きまるくプラス170倍になってる。守備めっちゃ高いな。武器スキルが今メラゾーマー、ベホイミン、ヘラルコホイミンです。で、もう一つ杖が一個あって、そこにベギラゴンが入ってて、そのベギラゴンをヘラルコと変えたいかなと思ってるんだけど、その武器を壊すのがちょっとなんかもったいないなーっていうのが少しあって、まあ、まだちょっとステイな状態でいます。はい。次、アリーナですね。アリーナの職業がパラディン。です。パラディンの、まあ、レベル57ですね。こっちなんかプラスは、なんか、大きいプラスは、持ってないけど。こんな感じですね。あとちょっとで HP300 になります。まあ、装備が大天使の爪、聖騎士のヘルム、クリムゾンメイル、聖騎士の鎧、太陽の盾、になってますね。で、武器スキルが、アーククロー、天使の息吹、激しい炎、ベホイミですね。まあ、この爪にしたのは、まあ、回復呪文が入るっていうところがちょっと大きくて、回復系、一人だとちょっと間に合わない状況に陥る時があったので、まあ、こっちの方が、3人パーティーだとすごい都合がいいかなと思ったので、この、大天使の爪にしています。はい、続きまして、マサですね。マサの、職業はバトルマスターのレベル57です。強さはこんな感じですね。まあ、そこまでなんか、優なほどプラスのあれ、変動はありません。で、装備ですね。
断罪の斧、プラス30、まあ、と、メタスラ兜と、メタスラ鎧ろとの鎧ろとの盾。で、アクセサリーが力の指輪と、スラ棒の呼び笛。まあ、完全にメタスラ系とロト系の装備をしてます。まあ、伝説系のやつと、まあ、そう、レア系の装備ですね。まあ、すごい全部ばらけてくるとありがたいっていうやつ。で、武器スキルが、超重み表と、真空が激しい骨を、レイ力だけ、足払いですね。まあ、足払いはまあ、当たりなかったので、入れるだけです。まあ、激しい骨は、ドラゴンクエストクラブの杖に入ってたスキルの激しい骨が、まあ、強かったので、普通に。まあ、アリーナとも持ってるんだけど、2人ともつけてます。まずそんな感じですね。で、次ですね、装備。装備強化にすればどういうことかな。まず装備ですね、まあ、レア順にした方がいいか。よし。高い順の方がいいのか。まあ、こんな感じですね。マジックの上の方に。竜王の杖かな、激しいの。竜王の杖か。激しいの杖、まあ。とりあえずこんな感じですね。メタスラの弓がとりあえずあります。これ大天使の杖。ハンコンクロ。ちなみに、これはデギラゴ持ってるね。どうしようか、ちょっと悩みどころの杖でございます。いいよ。次、頭ですね。頭が、まあ、メタツラの兜。ミラクルハット系結構いいんだよね、なんか。なんか被ってるから。被れないんだ。カンフル結構めっちゃある。グレートフレーム。闇に立ちます。はい、そんな感じです。特になんか、あるわけでもない感じですね。こっちがメタツラの鎧って、まあ、まあまあ、そこそこある感じ。こっちがカウンター、あ、カウンターじゃなかった。でも、大金だけ、取るんだったら、あ、でも、どっちかに装備させればいいんじゃねってのちょっと思ったんだけど、うん、水着系ね、スク水、セクシーな水着した心理の領域を処理する理由は回復魔力がアップしていること、あ、攻撃魔力プラス30だ、これ結構大きいっていう思いがあってつけてます。本当に言うとレベル5のやつつけたいんだけど、なかなかなくて、まあ、手に入らなくて、ゲットしたやつね。盾ですね。盾はロートの盾。
知力の低タイヤもして、まあ、レベル5ずつですね、装備してるのが。うん、30周年。はい、ということで、こんな感じですね、今装備持ってるものは。まあ、そこそこレベル50のものが手に入ったので、手に入っているので、まあ、快適っちゃ快適だけど、まあ、どんどん他の装備も手に入れたいかなとは思っております。はい。あと何が見たいんだろう。スキル強化は別に見たくない。そんな、ものですかね。ちょっと、ね、どうじゃねえか。ムーンバッティとか使ったことないな。1枚ずつで買えるんだ。インディーフ、インディーフ、あー、へー、ナビの2人いいな。たちがあったんで、ちょっとあれしないと。そんな食べてなかったんだよな。あ、ここか。あ、オッケー、ハート。すげえ上がってくるんだ。もうガチャのやつも入ってたからな。何気にさ、ん？なんか変な気がしてる。ここでちょっとはすっきりしたから。はい、ということで、
星のドラゴンクエストの合計ランク40の装備とスキルやらなどの紹介でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。